GB のラジオ、略して GB を。始まりました。 GB のラジオ、略して GB を。今日も、少しの間ですが GB にお付き合いください。よろしくお願いします。今日は2月の8日水曜日。もう気づいたら2月ですね。2月も気づいたらもう、まだ8日は始まったばっかりか。まあでも気づいたら2月、節分も終わり、来週はいよいよバレンタインデー、そして今日は GB の新曲バレンタインズデーの配信日でございます。皆さん聞いていただけましたでしょうか。このバレンタインズデーっていう曲は3年ぐらい前かな、結構前、3年、もう4年ぐらい前になるのかな。YouTube でね、デモというか YouTube だけに曲を上げるっていうねのが流行ってた時期があるんですよ、 GB の中で。その一環として上げた曲でして、みんなからね出してくださいっていうね、2年前かちょうど2年前、みんなから出してください出してくださいって言ってもらってて、僕も出します出しますって言ってね、2年の月日が経ってしまいました。これなぜかっていうと、バレンタインデーっていうタイトルだけあって、バレンタインズデーを超えて出すとちょっと変な感じがするでしょ。だからね、毎回ちょっとこう2月を過ぎてしまうと、また次の2月、2月を過ぎてしまうと次の2月っていう風にね、こう繰り越されてきてしまって、やっと出すことができました。そして楽曲もね、リアレンジ、いつも GB のライブではなくてね、音源の方でギターを弾いてくれているのぞみくんっていうね、LA に住んでいる僕の仲のいい素晴らしいギタリストがいるんですけれども、そののぞみくんにリアレンジをしてもらって、この度配信させていただきました。 YouTube に載ってるね、2年前のデモよりもちょっとこうしっとりしてるのかな、大人っぽくなったんじゃないかなと思います。ミュージックビデオもね、2年前のやつはちょっとこうコメディータッチだったんだけど、今回のやつはもうちょっとこうシリアスではないけど、もうちょっとこう大人なね、2年間こう2歳年取った、GB を、ミュージックビデオで出せているんじゃないかなと思っておりますよ。なんだ、出せてないかな。たくさん見てください。そしてね、去年の2月の9日は丁寧な暮らしをちょうどリリースした日でして、だから今回のバレンタインデーが丁寧な暮らしから1年後の曲になります。あっという間だったようでね、ああもう1年経ったのかと思うな。みんな丁寧な暮らしで GB を知ってくれた人はすごくたくさん多いと思うんですけれども、1年間ありがとうございました。これからもね、 GB をよろしくお願いします。丁寧な暮らしも引き続きたくさん聞いてください。音楽も映画とかもそうだけど、僕はタイムレスなものだと思っていて、むしろ時が経てば経つほどこう熟成されていいものになるんじゃないかなと。聞こえ方も変わってくるしね、最初聞いた時よりも輝きが増すものだと思ってたりもするので、まだまだたくさん聞いてください。ミュージックビデオもねたくさん見てください。よろしくお願いします。さて、今週のジビオのトークテーマは、あなたが総理大臣だったらどんな政策、どんな国づくりをしますかでございます。先週に引き続きこのテーマで、この後はみんなからのメッセージを紹介していきたいと思います。その前に聞いてください、1周年記念です。 GB で丁寧な暮らし。